の朝の人気番組ディスモーニングにゲスト出演したイケメン物理学者ことマンチェスター大学のブライアン・コックス教授が、番組内で我々はもうすでに物をテレポートする技術を持っていると語り、スタジオを驚かせたとポータルサイトトカナは報じています。テレポートはすでにあちこちで起きていて、珍しくもなんともない。スタートレックの一場面みたいに、将来は車や植物や動物、人間だってテレポートできると語るコックス教授。事実、教授の解説する量子テレポーテーションは、今年の5月にもオランダデルフト工科大学の研究チームが 100% の精度で成功したことを科学雑誌で発表して学会をにぎわわせていると記事は伝えています。これ友部先生、解説をお願いします。はい、これは今日解説していたので、どうやって解説するか慣れたんですけど、まず物理は古典物理があって、相対論があって量子論があるっていうのをご存知ですよね。でテレポーテーションするためには先生もうここでいいです。相対論っていうのは光の速度で運動する時の話で、ロケットとか普通ニュートン力学で動いてるわけですけど、光の速度になると相対論になるんです、でものすごい小さい世界は量子論っていうんですけど、どのくらい小っちゃいかっていうと、もう小っちゃすぎて観測することが影響を与えちゃうぐらいちっちゃい世界が量子の世界なんですけど、で実際その時にその量子論が始まった時に対して、アインシュタインがこれに対して彼らが間違ってるっていうことで思考実験するんですよ。で何かっていうと、この量子ものすごいちっちゃいやつですよね。例えば光の光子だったりとか電子だったり、それからちっちゃい量子がこれもつれのペアって言うんですけど、エンタングルは EPR ペアと我々言いますけど、2つのその一緒の波動関数って言いますか、波動関数を1つとするようなペアが量子があったとする、まあ、実際同時に生成する、そうするとそれ例えば光子だったら光の速度でわーっと離れていくわけでしょ、でこれ量子論の波形方程式によりますと、こっちが例えばここ向きにスピンしたら、こっちが反対側にこうやってスピンしなきゃいけない、でその状態、量子は観測した瞬間までは状態が決まってないんですよ、で観測した瞬間に状態が確定する、でこっちを確定するとこっちも確定しちゃうんですよ、ってことはこれ光の速度で離れていった時に、そのこっちが確定してものすごい離れてた時に、こっち通信しちゃってるじゃないですか、そうすると光の速度を超える通信ができるはずがない、だから量子論は間違ってるっていうことをアインシュタインが言ったんですよ、ところがそれが1983年に本当に実験で確認されちゃったんですよ、でそれから1993年に元になる論文が、僕久しぶりにこれ読んで、それを今日解説しようかなと思って、さっきも悩んでたんですけど、一応解説します、はい、古典的な先生これこのプロ落書きしたこれ2つの量子のペア、EPR ペアですよね、だからもうもつれてるエンタングルされた EPR ペアが2つあったとして、それを単純にわざと2と3っていうのはこっち後から出てくるんで、2つの回はこう飛んできます、そうですね、でここにそうですね、まあこれは光子の場合ですかね、でこっちもこの2つのペアがこう飛んできます、でこれは1と0と1なんですけど、ここで2がここに入ってくる、これ観測するとこ、その93年の論文にはわざとアリスって書いてあるんで、アリスっていうところで観測します。そしてその時の観測したものを、一つは古典的な情報ね、いわゆるニュートン力学的な我々の世界の情報も送らないといけないんで、それはここで通信経路で送ります、でも光の速度を超えることはできないけど送ることはできます、実際これはビットでやるんですけど、我々の世界でこれはノイマン相関っていうんですけど、ビットとして送るんですけど、でどのくらいのビット数が送れるっていうと、N 状態の量子であれば2号のログの N のこんだけのビットが送れますって、一応念のため知りたい人に書いておきましたけど、でこれ分かってる人います？テレポーテーションの重要なところは、これは古典的な部分ですよね、そして量子的な話はここでこの2つをここに入ってきた2と1を相関させてるってことは、この0とこれ0はペアですからひっくり返ってるわけです、ってことはこれ2と3はこれ2と3でペアでひっくり返ってる、0と3が同じ状態になるんですよ、でこの0と3っていうのはものすごい離れててもいいんで、そうするとこのやり方をするとこれ宇宙の果てまで、もちろんこっちの古典的な方は光の速度のビットですけど、こっちは瞬時に、つまり非古典的な量子的な状態と古典的な状態がここに通信して実際に再現することができる、ということはその気になれば、ここの全ての素粒子状態をここで再現しちゃうとテレポートできちゃいます。ただ困るのはこの時こっち側を観測されて、これその不確定な状態になっちゃうんで、オリジナルの方はボロボロになる可能性があるんで、ということで実際は例えば物だったらおそらくそろそろ遅れるでしょう、で生命現象だったらおそらく
こっちに全く同じものがもしかしたら意識上も生まれるかもしれないけど、こっちではおそらく死んでしまうでしょうみたいな感じで、ただこれ実際は量子テレポーテーションっていうけど、何のためにこれやってるかっていうと、実は光コンピューティングで、あの今の映画とかあるじゃないですか、あのいろいろ光コンピューター、量子コンピューター、あの光コンピューターの実用化のためにやってて、今実はね日本では古澤先生だと思いますけど、東大 の教授でもともとニコンにいた先生が結構先進んでて、今年の去年の7月のネイチャーの論文なんかではかなり確実にその量子コンピューティングのベースである、もちろん量子トランスポーテーションがちゃんとできてますよっていう論文なんか出てますけど、この理論で言うと平行宇宙はあるということですよ、ね、平行宇宙という概念で説明した方がこういったことは説明しやすいというふうにも言えるかもしれないですね。量子論で言うと僕らのもう一つ何かがあるということですね、まあ、もちろんそういうふうなあの言い方をする人たちもいます、ね、でこれすごいとこは、今後の状態をその送るのはこれ時間かかってもいいわけでしょ、まあ、光の速度で何万光年何万年か、でも逆に言うとこの状態たくさんの量子ペアを生成しときて、そしてその量子ペアの状態をポッとこっちで再現するわけですから、そしてこの送るってことはこれ時間がかかってもいいんで、今の状態を10年後20年後にそこから先そのまま開始とかできるんで、事実上のタイムマシンにもなるわけですよ。未来にしか行けないけど、亡くなったか亡くなる前にそれをこう量子状態でスキャンしといて、そしてこっちに再現した時、ここは時間と空間を超えてっていうわけで、医学が進歩した後にそこの最後 その死にそうな状態からもう一回再現させて、その時の医学で治すっていう可能性もある。坂本龍一さんが癌になるね、ことが、ね、なんか大きくなった場合に、今これあれしとけばさ、もうか100年後1000年後だったらもうそんな感じが簡単に治る、簡単に治っちゃうかもしれないです、まあ、でその中でそういろんなところで実際に起きてるって言ってるのはこれ比喩的ですけど、本当に世界中の実験室で量子トランスポーテーションはテレポーテーションですかね、実際再現されてるんで、じゃあ将来的には宅急便はなくなるんです。あ、そうだよ、ね、宅急便のおじさんおじさんたちいらないもん、運ぶ必要なくなるわな、ピッとピュッていくんですよ、まあ、今はこれ全部が一つの実験室の形の中でやってるんで、これが本当にその物理的にすごく距離が離れちゃった時、技術的にどうやって作っていくかっていうのは別な問題ですけ ど、ね、理論的には時空が離れたところにクラシカルな古典的な状態と量子的なノンクラシカルな状態の両方が正確に再現できれば、全ての生命現象が何からここに再現できるでしょうというので、トランポッツポーテーションの理論、これは93年の論文を久しぶりに調査ってさっき解説で解説をしようと思って書いたんですけど、分かりやすく書けたかどうかちょっと分かんないですけど、難しいけど便利ですね、はい、続いてはこちらのトピックにスポットライトです何にしたってそういう状況